いや訂正です、訂正です、当たってました、当たってました。いやまだまだ分かんない、まだ分かんない、分かんない、正式なあれが出るまでね、喜べないです。え、ちょっとしかもちょっと金額隠した方がいい、これちょっと今ね判定待ちなんですが、ちょっと近すぎてボケてる。松浦よく頑張った。4、10、11当たったかな。あれちょっと当たったっぽいなこれ先生やっぱ俺札幌やりました、やりました、ちょっと当たってますよマジで。え、よくこの買い方でよく買ったよね、ひらめいたのなんか。え、すごいじゃん、当たった先生おめでとうございます。やったやった、おめ、さあすごいすごい、当たったよ、3連続だよ、当たってる先生、なんか勝利のコメントくださいよ。競馬初めて1年だって2回目、しかも3連複だよ、3連複、おめでとうございます、やったぜやったね、俺もう満足だ俺いくらついたんだろう。え、でも、まあ、いやまあいいいい、でも当たりだから当たりは当たりだよ。でもこいつどうするの、やったね、三連複気持ちいいだろ当たると。うん、ほんとそうだよ、あ、幸せそう。札幌だね、なんかいろいろあるのかよ、あの縁がある町だからな、確かに、いやすごいわ、でもすげえな、よく当たったね。いやちょっとちょっと震えちゃうね。いやでしょ、来るでしょ3連覆当たると、ちょっと払い戻しもちょっと行かないと。いや払い戻し緊急が緊急だよね、あったことに。ああ確かに。